だがな、月を見な、時々は雲もかかるだろう。星ほどにもない人間だ。ふと闇にもなろうじゃないか。さっきもさっき、今も今、優しいことを、嬉しいことを、かわいいことを聞くにつけ、後ろから騙し討ちにするような、この身を砕かれるような思いがして、玉石のこととは諦めて、切れると承知してくんな。死ぬよりつらいことなんだ。お前にそんなに勧められては、俺は生きてる空はない。それがだがな、俺は。ただいま。おお、おかえり。誰か聞いたんか。いや、話しとってねえか。いや、こっちのこって。今日は早かったね。うん、おい、おいで。なんだい。この子供を拾ってきた。どっからよ。普段からついてきてしまうて。宿なしかい。いや、今朝は親と茅ヶ崎から出てきて、普段で親にはぐれてしまったんじゃ。今晩泊めてやってもらえんかな。よしなよ、やつまんないもの。うん、でもかわいそうでな。そんなものお前さん知ろうことはないよ。おつけちまいなよ、誰かに。かやがい、かや。止めてやってもらえんかな。俺は嫌だよ。俺はガキは嫌いだよ。そうかな。かやんとこ置いてきなよ。かやんとこへ。いい子なんだがな。おい、嫌だぜ。おい、早く置いてきな。早くよ。そうかな。おい、おいで。こんばんは。こんばんは。おい、おいで。ねえ、おたれさん、子供いらんかな。子供、これ拾ってきてしもて、もろうてもらえんかな。どうしたのさ。普段の鳥居のとこからわしについてきてしもて、よそゆかんのじゃよ。今晩一晩泊めてやってもらえんかな。そんなのあんたのとこ泊めりゃいいじゃないか。それがためさんいかんって言うんじゃ。そんなの私のとこだって嫌だよ。まあそう言わんで、ためさんもあんたに頼めと言うとるんじゃ。止めてやってやな、頼むけん。嫌だよ。なあ、こげん頭下げるけん。嫌だよ。私は子供嫌いなんだよ。そげん言わんでな、頼むけんな。おお、田代さん、お前さ、冗談じゃないよ。な、頼むけん。おい、田代さん、しっ、何してるよ。
青い手を乾かすんだ。困っちゃったよ。とんでもないもんつけられちゃって。なんだい。昨夜の子だよ。とんでもないガキだよ。私はもう断るよ。私はもうごめんだよ。どうしたんだよ。やられちゃったんだよ。二重弁ふんじゃないよ。大事な布団台無しさ。馬のように垂れやがってぐしょぐしょだよ。そりゃ災難だったな。大将さんどうしたい。ああ太鼓今出かけて。しょうがないね。あんなもん拾ってきて。あのガキ私はもうごめんだよ。お前さんなんとかしとくれ。なんとかって。手を取ることお前さんの勝手だよ。私はもう一晩面倒見てやったんだから、今度はお前さんの番だよ。冗談じゃないよ。何が冗談さ。考えてもごらんよ。お前さんにも責任あるよ。田代さんが拾ってきたんだもの。お前さんとこ置くのが当たり前じゃないか。俺は嫌だよ。嫌なこったん。なんまみたいな寝しょんべんするガキ、かや嫌だったらどっかへそっと置いてきなよ。冗談じゃないよ。そんならお前さんどっか置いといて。しょうがねえもの拾ってきやがったな、天眼鏡。母や嫌ならな、母やさえ頼む。あそこに頼んでおいてしやな、な。そりゃまあ俺のとこだって困んねえ。頼まれるのはごたごたあるし、子供もいるし、ご覧の通りのお座敷で。座敷は立派なもんだよ。あんな額なんかかけちゃってさ、いいじゃないか。子供なんか3人座ってんのも4人座ってんのも同じこったよ。そうはいかないよ。タメさん、どうだいあんたんとこ。俺んち？ダメなんだよ、あそこ。何がダメなのさ。ちっともダメなことないじゃないか。置いてやんなよ、あんたんとこへ。なんなら小僧にしたっていいじゃないか。そうだよ、置きなよ、当然だよ。まずいじゃねえ。どうもとんでもないもの拾ってきやがったな、タコ。これはご苦労さんでも誰か茅ヶ崎行ってもらうんだな。茅ヶ崎行きゃ今までいたうちも分かるだろうし、そこへ連れてって置いてくるんだな。まあそりゃまあそれに越したことはないけど。どうだいかや。いいね。だけど私はごめんだよ。そう言うなよ。いいよ、私は断るよ。それは誰か連れて行かなきゃしょうがねえよ。じゃあお前さんも行きよ。どうだ、かやさん。いいね。あんた行ってくるか。冗談じゃないよ。しょうがねえもの拾ってきちゃったな、タコ。じゃあ、どうだい、9時で行こう。一番いいぜ、恨みっこなしで。当たったら災難だよ、諦めよう。うん。なあ、かやさん、どうだい。いいだろ。じゃあ、9時ご知らせるぜ。バッテンが書いてあるのが当たりだからね。この人がいるんだよ。はい、私だよ。そうかい、母やんかい。何のことはない。踏んだり蹴ったりだよ。恨みっこなしだぜ。くじだからね。まあ母や、災難だよ。ちっ、あやあれや。まあいいじゃないか母や、お茶でも。冗談じゃないよ。あ、俺のも買ってんだぜ。そうなんだ、俺のもバッテンなんだ。気の早いお方は損をするんだよ。なるほどね。しかしこれは母やんね、黙ってよね。頼むよ。
うん、それは大丈夫だよ。頼むよ。ご苦労さんに茅ヶ崎くんだりまでさ。恨むからね。うちでも深いお付き合いはないんですよ。何でも八王子で焼け出された大工さんでね、この先の運送屋さんから頼まれて置いてあげたんですが、そこの仕事中だけいたんですよ。さあ10日もいましたかしら。あ、そうですか。なんだか一昨日だったかその前の日か、東京で仕事を見つけるってあの子と一緒に出てったんですよ。じゃあまた帰ってくるんですね。さあもう来ないでしょ、道具もすっかり持ってったから。じゃあその運送屋さんで聞きゃ分かるでしょうか。さあね。お前のお父っつぁんも不忍者な人だよ。はぐれたんじゃないよ。置いてかれちゃったんだよ。あのうち置いてもらえ。頼みは置いてくれだろ。いたんだから。ほら、もうないよ。お前ね、それ食べたらあのうち行くんだよ。いいかい。
なんだい、なんだよ。お前ね、あの海行って貝拾ってきてくれ。おばちゃんお土産にすんだから。行っといで。お前いい子だよ。早く行っといで。運勢仮想人相手相法医結婚人生と開運か。一体八卦ってのは当たるもんかい。ほら当たるもん。あんなによう当たるもん他にはなか。だけどこないだお前さんゴム長入ってったらカランカランのいいお天気になったじゃないか。天気のことは知らんばい。あら、ラジオがよう当てる。おう、おかえり。おう、ご苦労さん。大変だったね。うまくいったかい。さっさと芋を下ろすんだよ。お前布団しけんね。分かってんだろ。うん。先寝といて。寝しょびしたら承知ないよ。
それはまあご苦労でも川内さんにもう半年やってもらうんだね、うん、いやもうやめさせてもらいますよ。いいじゃないか、やっとくれよ。ああ吹けますよ他のことは。やっぱりあんたじゃなくて着道は。ああもう諦めないよ、皆さんがそうおっしゃってくださるんだからね。決まりましたね。はい決まりましたよ、決まりました、決まりました。おいおいじゃあまあ一つやらせていただきましょうか。お願いしますよ。じゃあ決まりましたね。いやご苦労さんです。ちょっともうお出していい？ああいいよ、出しておくれ。うまいもんだね。いや大したもんだね。あんたやってたんじゃないかい。まさか。いや立派なもんだね、大したもんだよ。いや困るな。いや本当だよ、お前さんこれよりよっぽどいいぜ。惜しいな、覗きの出物ないもんかね。そういや近頃縁日でもさっぱり見かけないね。
場外なら毎晩だっていいよ。これ。これ。じゃあ、おやすみ。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 今晩面白かったよ、頭さん。またやってくれよ。いや、じゃあ、さよなら。なんだい、まだ寝ないのかい。寝ないよ、さっさと。なんだい、なんだお前。ああ、寝しょんべん怖くて寝られないんだね。そうだろ。今度やったらつまみ出すよ。覚えておいで。いいかい、わかったかい。うん。じゃあ寝ないよ。夜中に起こしてやるよ。おばあちゃんおやすみ。おばちゃんだよ。おばあちゃんおやすみ。お前のお父っつぁんも不人情な人だよ。大工さんなら今時どこ行ったっていい働きがあるだろうにさ。何も子供の一人ぐらい養うの何でもありゃしないやね。まして自分の子じゃないか。せっかくここまで大きくなったものを今さら追い出すことはないじゃないか。おっかさんはとうに死んじゃったし、お父っつぁんはあいにくぐうたらだし、お前もかわせな子だよ。どうするんだいこれから。え、なんだい、もう寝ちゃったのか。たわいないもんだね。こんちは。あ、あんた、いらっしゃい。まあ、おかけよ。どこへ。ちょいとお嬢さんとこまで。粉引いてんの。うん。あんたとこ今度配給なんだった。粉だったよ。ふーん。いつあったい。昨日だったよ。真っ白な綺麗な粉。ふーん。あ、忘れないうち言っとこう。うちのおばあちゃんが軽川のたわしないかって。今なかったね。欲しいんだって、入れ歯磨くのに。今度取っとくよ。こんにちは。いらっしゃい。いいやんべ。こんにちは。川吉さん、この間の夜通しできて。いや。あさって。いや。この人のはね、同じ小屋でも中蔵の方でね、来年3月なんだよ。いや、そんなことない。急いでやりますよ。もう3日4日。いいわよ。丁寧にやってちょうだい。いや、どうも。あの、1時からね、ろうそくとマッチ入ってくる。あ、そう。この朝あるよ。あ、そう。あ、ゆうべはごちそうさま。いや、じゃあ、ごめんなさい。さようなら。
いいものがあんの。今お嬢さんのとこでもらってきてね。どう？大したもんだね。昔と一緒だね。高いんだろうね。うまいこともうまいね。この間鏡探してもらった人ね、ゴムのホースないかしら、長いの。ああ、向かいの聞いてみてくれない？ああ、でもあいつ高いだろう。他は聞いてみないからわからないけど、でもこの間の鏡いい兄弟になったよ。周りくらいにしてね。そう。何？困ってんだよ。どこの子？宿なしなんだよ。はぐれたんだかすられたんだか。あんたのとこいらないかね。いらないね。ゴムのホースなら欲しいけど。誰かないかね、もらってくれる人。うちへも双葉求めてやってるんだよ。坊やおいで。およしよ、そんなもったいない。いいじゃないか。そんな高いもん食わしたって分かりゃしないよ。坊やおいで、おいで。はい。なんだい？何持ってんだい？吸い殻だよ。そんなもん拾ってどうすんだい？お前吸うのかい？お父っつぁんのだい。ポケット何入れてんだい？膨らまして。出してごらん、出してごらん。国だよ。汚い子だよお前は。あっち行っておいで。お父っつぁん何だい？八王子で焼け出された大工だよ。それで国拾ってんのね。うん、不人情なやつでも親は親なのかね。変わったもんだよね。私たち子供の自分は親の顔さ見りゃ1000くれ2000くれだろ。鉄砲玉しゃぶって鼻垂らしちゃってさ、横なでかなんかやっちゃってのんびりしてたもんだよ。そうね。菊ちゃん、あんたまた特別だったよ。この辺ピカピカさしちゃって。おたれちゃん、あんたこれだったよ。うん、今の子は昔ほど鼻ったらしもいないけど、のんびりしてないね。そうね、やっぱり世知がないのね。なんだかいちいちしてるよ。吸い殻拾ったり釘集めたり。こんなこと子供にさしといちゃいけないね。子供のすることじゃないよ。そうね、子供はもっとのんびりしてなくっちゃ。嫌だね。じゃおやかましゅう頼みますよ。聞いとくわ。坊や、はい、さよなら。さよなら。何もらったんだい？10円。人様から物をいただいた時にはお礼言わなきゃダメじゃないか。バカだね。坊や、ちょいちょいで、ちょいちょいで。お前ね、その10円ね、三角くじ買ってごらん。お前当たるよ。お前ならきっと当たるよ。お前割と無邪気だろ。当たるよ。やってごらん。売ってるとこ知ってるだろ。うん。当てといで、2000円。途中で勘定なんかじゃないよ。うん。精が出るね。なに、こんなものは寝巻きだよ。精の出るうちに入りゃしねえ。まあ浪人が傘張ってるようなもんだよ。昔の黒井町の神輿見てくれたかい？あれは俺が作ったんだけど、飾り屋のためさんも腕が楽よ。いや悪いかね。何よ。つまんないこと頼んじゃ。いやいや、なんだよ。ゴムのホースだよ、長いの。ホースね。
あら、なかなかないね。あっても高いよ。お前さん買うのか。うん、こないだの。ああ、秋田なかのかみさん。うんなら高くってね、目つけとくよ。あのね、自転車のタイヤがあるんだがね、パンクのしない無垢のやつ。いい品なんだがね。こんちは。こんちは。ごめんなさい。お父っつぁん、珍しくうちにいたわね。そりゃいますよ。今日は何だい。ちょっとパーマに来たんだけど、混んでたもんだから。ゆきちゃん、ここのとこ見えなかったけど、太ったね、あんた。そうですか。大したもんだよ。今だけ太るんだからね。お父っつぁん、もうお昼済んで。いただくよ。なんかごちそう買ってたの。まだなら私も一緒にいただこうと思って。冗談じゃないよ。飯時見計らって、手ぶらで食いぶらしに来られちゃたまりませんやん。ねえかやん。これだから親はたまりませんや。太るわけですよ。じゃあごめん。坊や、どうだった？当たったかい？見せてごらん。当たらない。当たんない？何にもかい？うん。タバコくれただろ？うん。タバコもくんなかった？うん。じゃあ10円ただ取られたのかい。うん。バカだよお前は。日頃の心がけが悪いんだよ。せっかくの10円ただ取られちゃって。おい、泣くんじゃない男のくせに。ほら返してやるよ。ほら、バカだよお前は。お前のお金で損しちゃったよ。ただ取られちゃったよ10円。頼まれた。そうだね、2、3日待ってくれよ。あるとこ見っけたよ。そらどうも。毎度すみません。いや、あんたジャケット着ないかね。ここんとことっくりになってんね。いいなるよ。なんだよ。母やん、さっきから怒ってるんだよ。どうだい、食べたんだろ。食べたら食べたと言ったらどうだい。ひどい目に遭わせよ、言わないと。強情のガキだね。どうしても言わないのかい。食ったんだろお前。嘘つくと承知しないよ。食ったんだろ。かや、なんだい、何を怒ってるんだい。このガキ、干しちゃった口が食っちゃったんだよ。かや、そう怒らんでもいいじゃねえかい。何も私は串焼きの一つや二つで怒ってんじゃないんだよ。このガキあんまりしぶといからさ。どうだい、食ったんだろ。かや、あんまりそうポンポン言いなんだよ。いいじゃないか、ほっといてくれよ。まずいことになっちゃったな。実はかや、俺なんだ、食ったな。なんだお前さんかい。うん、俺がごちそうになっちゃったんだよ。誰に。誰にって、どうも近頃バカに甘いものは食いたくなっちゃってね。さっき来てちょっと見て。そんなら何もあんな真ん中から気になったっていいじゃないか。どうせごちそうなんなら、まさらとかいいと思って。たまりませんよ、よっぽど息だい。ふざけちゃいけないよ、あんた。ぼやに謝んないよ、かわいそうに。まずいじゃねえ。ぼや、勘弁してくれよ。ひでえ目にやっちゃったな。
ごめんよ。な。なんだい。坊や、ごめんよ。すまなかったね。ごめんね。もういいんだよ。坊やじゃないこと分かったんだから。かわいそうにおばちゃん悪かったね。堪忍してくれね。ごめんな。証拠にもなくまたやりやがった、しぶといガキだね。あれほど怒られてもまたやりやがった、馬みてえにか、で坊主また裏で仰いてる。ところがいなくなっちゃったんだよ。かやまたパンパン怒ったんだろう。怒るも何も今朝からいないんだよ。朝起きてなんだかモジモジしてると思ったら朝飯も食わずどっか行っちゃったんだよ。そしたらお前さん布団がちゃんと畳んで板の間に置いたんじゃないか。どこ行きやがったか。お前さんもう2時過ぎだろ。これはかやん、ひょっとするともう帰っちゃ来ねえよ。垂れ逃げだよ。ねしょんべんの垂れ逃げだよ。そうかね。どこ行きやがったんだろう。どこってお前さん、あんなもんに当てがあるもんかね。どこになったらいかねえ。野良猫だよ。バカなやつだよ。腹も減るだろうにさ。なに、あっちこっちしろって食っていかねえ。これでかやもサバサバだ。もう来やしねえよ。厄払いだ。そうかね。
あんたまたガミガミやったんでしょ。今日は怒りはしないよ。うん、昨日よ。だから昨日はちょいと怒ったよ、串書きで。そうしたらとっても強情でね、涙ポロポロこぼして言わないんだよ。だって本人食べないんだもの、言えないじゃないの。そうなんだよ。でもとてもしぶといんだよ、その面魂が。こちこちの握り飯みたいな顔してね、睨むんだよ私を。あんまり強情なんでね、負けるもんかと思って私も睨みかしちゃってね、やってやったんだよ。かわいそうに。そうしたら犯人は向井の親父だろ。少しやりすぎちゃったんだよ。だいたいあんたカットの後昔からそんなとこあるわよ。そのまたあんたの怒った顔、怖いからね。特別だよ。子供には薬が効きすぎるよ。睨みしかしただけ余計よ。そうなんだい、やりすぎちゃったんだい。男からちょっと謝ったけどね。それに私だってあのくらいの時はねしょんべんしたよ。私だって覚えがあるわよ。かわいそうなことしちゃったね。うん、でもあんなの案外大きくなったらデカブツになるのかもしれないね。偉い人って大抵子供の自分は目から鼻に抜ける方じゃなくて、少し気の利かないポーッとしたのが多いってじゃないか。そういうわね。それに不忍者の親にさ、国拾ったり吸い殻集めたり、優しいとこもあったしね。ちょっとした大物だったよ、あの子は。惜しいことしたわね、あの子。惜しいでしょ、あんた。あんたもう結構好きね、あの子。あんたもうとうに好きになっちゃってんのよ、あの子。そうかしら。そうよ、決まってんじゃないの。そうかね。何が不意よ。今まで別に気がつかなかったけど。そうなのよ、そんなもんなのよ。もう人数移っちゃってんのよ。ほら、犬ね、知らない間に五日ひら尻尾振るでしょ。あれよ、人間だから見えないけど、あんたたちもう結構尻尾振ってんのよ。坊やのは細くて小さいの、あんたは太くて長いの。土佐だからね。ブルもだいぶ混じってるけど。冗談じゃないよ、持つよ。でも親切な人は拾ってくれりゃいいけどね。何？坊やからもらっちゃったらしいの。けんのんけんのん。また来るわね、おやかましゅう。さよなら。ねえ、もし坊や帰ってきたらあんたどうする？私におごる？ねえ、お種さん、また一つ面倒見てやってくれんかな。あんまり怒らんでほしいんじゃ。なんだかまた今朝粗相してしもうて、あんたに怒られると思うて。いたのかい、坊主。うん。どこにいたい？普段じゃよ。この前拾ってきた鳥居のとこでキョロキョロしとった。あんたには怒られるし、雪どこはなし、急に踊ったんが恋しゅうなったらしいんじゃよ。なんだかかわいそうになってしもて、また連れてきてしもたんじゃ。なあ、一つ止めちゃってくれんかな。いいよ。じゃあ、あんまり怒らんで、あんたに悪いと思って外に立っとるんじゃよ。じゃあ、頼むけん。ほら。じゃあ、頼みますばい。私ももう帰ろう。さっさとおいで。お前お腹空いてんだろ。おいで。お上がり。お腹空いただろ。お上がり。
お上がり。いただきます。ご飯なくてごめんよ。ぼやのご飯食べちゃったんだ。今晩ご飯炊かなかったんだ。ぼや、おばちゃん好きかい？え？うん。そうかい。ぼや、もう家にいてもいいよ。ぼや、おばちゃんちの子になっちゃうか？え？なっちゃおう。な。うん。こっちの食べ、こんたの残しておいていいよ。たくさんおあがり、みんな食べていいんだよ。うん。いい気持ちだね。こんな気持ち初めてだよ。まあ母性愛かね。だけどどう見たってお孫さんをお守りしてるおばあちゃんだよ。あんた冗談じゃないよ。ぶつよ。それとお前さん、あの帽子大きいよ。さっきから3本落としたよ。なーに、すぐ頭の方がでっかくなるよ。あれで学校行く頃にはちょうどいいんだよ。坊や、帽子持ってやろうか。うん。おばちゃん、タヌキも見た。いたじゃないか、さっきウサギの隣に。タヌキいつまぐる？なんだよ。晩までここにいんの？うん、もうすぐ山下の写真屋さんへ行って写真写すんだよ。おばさんも一緒にお入りよ。いやよ、3人で写すもんじゃないわよ。そんなことあるもんかね。ねえ写真屋さん。ええ、どうぞ。私が真ん中になってやるよ。どうぞ。俺になって。嫌なの、私写真嫌いなの。ちいいじゃないか。私と並んだってそう、あんた見劣りしやしないよ。するわよ。ち遠慮して。似合うかい？ねえ、坊やカビどこ行きゃよかったわね。うん、鼻垂らしたもんだからね、やめちゃったよ。ちょっと帽子大きいよ。そうかい？本当だ。持ってよか。おかしくないかい？うん、いいわよ、それ。そうかい？じゃあ、お釣りします。坊や、動いちゃいけないよ。口結んで離れてないね。いいかい？あの玉見んだよ。お母様お静かに。お母様お口を結びになって。参ります。はい。はい、どうも。どうだった？ずいぶんよそ行きね。とっときの顔しちゃったよ。おかしかったかい？そっくりだったよ。誰に？いたじゃないか、さっき氷の中に。別に本当に坊や、鼻出てなかったね。うん。
坊や面白かったね。うん、うまかったね天ぷら。うん、逃してやろうか。うん、いいおばちゃんだね、こんないいの買ってくれて。うん、大事にするんだよ、これ着て学校行くんだもんね。うん、坊や、くたびれたろ。うん、坊ちゃんくたびれちゃった。坊や、ご主だからおばちゃんの肩ちょいと叩いてくれよ。うん、ね。坊や、もっと下。うん、明日とこやって頭かっといで。うん、いい子になるよ。坊やおねしょしなきゃいい子なんだがね。治らねえもうじき。うん、ごめんください。誰だい、坊や見といで。うん、とっちゃんだい。私はこいつの父親で、えらいこいつがお世話になりまして、どうもありがとうございました。いいえ、こいつとは9日の日に東京へ出てきまして、九段の坂の上のところではぐれまして、ほぼ探したんですが分かりませんで、もしかと思って今朝茅ヶ崎の方へ行ってみましたら、お宅さんがわざわざおいでくださったそうで。いいえ、それはあなたも心配で、でも用断したね。はい、おかげさまで。こいつとは二人きりなもんで、いや、ほぼ焼け出されて八王子の方へも行ってみましたんで。そうですか、そりゃ大変でしたね。坊や、嬉しいだろ、お父さんめっかって。ほら、おばさんにお礼言わないか。おい、どうもしょうのない野郎でして、どうもいろいろありがとうございました。何の。おい、おばさんにお礼を申し上げておいてましょうな。うん、これつまらないもんですが、茅ヶ崎で買ってまいりまして。まあいいんですよ、そんなこと。いや、もうほんの少しばかり芋でして、どうもいろいろありがとうございました。ちょっと待ってくださいよ。これ坊やに。あの、いただいてもよろしいんですか。どうぞ。じゃあ頂戴します。どうも何から何までありがとうございます。いいえ、気をつけてお帰りなさい。はい。坊や、またお父さんと一緒に遊びにおいで。いいかい、遊びに行くんだよ。どうもありがとうございます。おばさんにさよなら言わないか。おばちゃんさよなら。お父さんによく捕まってくんだよ。うん、じゃあごめんください。さよなら。さよなら。来たんだな、親。
めっかってよかったな。これで今夜からカヤもホットだろ。やっぱり何かはぐれたのかい。うん、そうかい。まあうまくケリがついてよかったよ。なんだい、何も泣くことはねえじゃねえか。お前さん、あの子初めからあんまり好きでなかったんじゃないか。やっぱりいけねえかい。私は悲しんで泣いてんじゃないんだよ。あの子がどんなに嬉しかろうと思ってさ、やっぱりあの子ははぐれたんだよ。さぞ不人情なお父っつぁんだと思ってたら、どうしてとってもいいお父っつぁんで、ずいぶんあの子を探してたんだよ。それがあえてさ、これから親子が一緒に仲良く暮らせると思ったら、どんなに嬉しかろうと思って泣けちゃったんだよ。お父っつぁんだっていい人だよ。ちゃんと挨拶の一通りは知っててさ、割と心もあるし優しかったよ。あんなら坊やも幸せだよ。そうかい、それはまあよかったな。なんでたって坊やも子供だよ。お父っつぁんの顔見たら、せっかく集めた釘や吸い殻すっかり忘れて置いてっちゃったよ。そうかい。親子っていいもんだね。嬉しかったよ私。こんなことなら私ももっとうんと可愛がっていけりゃよかったと思ってね。かわいそうに何も知らない子供邪気にこっつき回してさ。考えてみりゃ私たちの気持ちだってずいぶん昔とは違ってるよ。自分一人さえ良いきゃいいじゃ済まないよ。早い話が電車に乗るんだって人を押しのけたりさ、人様はどうでもてめえだけは腹いっぱい食おうって了見だろ。イジイジしてのんびりしてないのは私たちだったよ。うん、そう言われれば確かにそうだな。そうだったよ。耳は痛いよ。いいもんだね子供って。あの子と一緒に暮らしたのはほんの一週間だったけど、考えさせられちゃったよ、いろんなこと。よく言えばせめてもう一月二月一緒に暮らしたかったよ。どうだろう田代さん、私にはもう子供授からないかね。萌さんが、あんた授かったらおかしかろうが。こけさんじゃぞあんた。うん、もらうとか拾うとかさ。そんなら授からんこともなかろうが。急に欲しくなっちゃったんだよ子供。うん、子供はよくもんじゃけん。どうだろう、ちょいと見てくれよ。どうかさ。あんたイノシシだったか。うん、イノシシなら犬の方じゃよ。犬ってどっちさ。まあ本郷か下屋の方じゃろうか。下屋なら上野の方だろ。うん、上野なら西郷さんだよ。まあその近所探してみるんだよ。西郷さんね、銅像ね。